おはようございます。2023年7月27日木曜日午前8時59分を回りました、木曜の朝いかがお過ごしでしょうか。もう出勤、終わった方、これから、仕事を向かう方、そして、お仕事終わった皆さん、お疲れ様でございます。まあ、学生の皆さんはね、夏休みを楽しんでるんではないかなと思います。あのね、最近ね、朝のタイマーをね、午前6時にかけているんですけれど、一応ね、午前6時に目が覚めるんですけれど、なんかね、二度寝するんですよね。ちょっともうパッとも、6時に起きるようにしたいなと思ってます。まあ、これまではね、7時にしてたんだけど、まあ、夏はね、朝が、早いのでね、朝早くから、活動したいなと思って7時から6時に切り替えたんですけど、効果はありませんね。まあ、寝る時間はね、いつも同じ。まあ、昨日はね、割と早く、YouTube ライブを終えてから11時過ぎにはね、もう寝ていたんですけど、なんかね、朝起きるのが遅いですね。まあ、夜、寝つけない。昨日はそんなに暑くなかったんだけどね、まあ、熟睡できるような、睡眠環境をね、作っていかないと、いけないのかなとか思っておりますけどね。皆さんどうでしょうか。まあ、寝苦しい夜があるとね、まあ、なかなか、睡眠もね、薄くなりますからね、皆さん、熟睡できるような、睡眠環境もね、作っていけばいいのではないかなと思います。はい、今日はね、週の真ん中が終わって、木曜日、今日は27日木曜日ですね。今日弟がね、1週間に1回の休みなんで、もしかするとね、2人で今日もね、あちこち行くのかなと思っているところでございます。皆さんもね、楽しい木曜日をお過ごしくださいませ。はい、今回の音声コンテンツの配信は、この付近で終わりにします。失礼します。